白山にやってきました。はい。なんていうところみたいに。住吉海岸公園の中にある、あ、なんて読むかわからないやつ。住吉海岸公園の中にあるなんて読むかわからないやつです。そう、これじゃない？これ右？うん。これ右？ね、あれだ。ああ、はははははは。あれは電柱ですか？あれは何ですかね。電柱なのかな。電柱が並んでるのかな。なんて読むんだか全然わかんないんだね。海の床って書く。うーん、結構歩かないと見れないのかな。そうだと思うね。マジか。またか。自転車ないですかね。自転車ないですか、ね、あ、でもほらほら、なんかすごい、ここから見るだけでも結構すごいよ。長べた。長べたって言うんだ。フィッシェリー。うん、フィッシェリーだね。すごかって書いてある。すごか、すごか、ロカバイ。にわか。合ってるか全然わかんない。ヨカバイ、ヨカバイしか言ってない。ヨカバイ、すごかばい。あいにくの雨ですね。大丈夫、うん、傘なしでも行ける感じ。あの道が満潮になると海水で埋まるんだよね。長田部海昇路だそうです。はい、混んでるね。混んでる。まあ確かにちょっと景色はいいんだけどさ、観光地としては地味かなと思ってたから、うん、そんなにないだろうと思ったらこんなにいた。全然地味じゃない。全然インスタ映えスポッツ。すごいなこれ。うん、うわ、結構怖いな。こっちが向こう行ってんな。上天草市です。入りました。お弁当の飛来見つけたので寄りました。福岡とか熊本を中心に展開しているお弁当屋で、うん、ちくわサラダ食べてないんで食べたいです。はい、よかったですね、見つけて。はい、天草で。はい、嬉しい。じゃあ寄りましょう。はい、お弁当の嫌い。なんで揃って言うの。これ買ってきた。酪農マーダーズと、あとこれ白身魚。はい。ソーセージ。ちくわサラダ。ちくわサラダ。食べたかったんで買ってきました。嫌いの駐車場でそのまま食べますから。はい。だから白身魚。いただきます。はい、うん。肉厚だね。肉厚。うん。これいきます。すごいずし。いきますね。中にブクブクサラダが入ってて、これね、うまい。これね、うまいよ。うま、おいしい。ね、うまいよね、うまいよこれ。うまいよね。ここで買って道の駅で写真やってください。ああ、最高だね。これ関東でも売ってほしい。うん。これ美味しいね。美味しい。単純にあれかな、ブクブクサラダ詰めただけなのかな。うん。クワサラダやばい。ボリュームすごいね。うん。これなんかパンに挟んで食べたら美味しそう。うん。ちくわサラダパン。クリーミーだよね、中に入ってるさ、うん、ポテトサラダが。ポテトサラダ単体でも売ってたよ。なかなか合うね。うん。これ明日も食べたいな。うん。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。小腹を満たしたな、嫌いで。うん。よし。じゃあ、出発だぜ。はい。北海道行った時はさ、あそこ寄ったからさ、ハセストに。うん。南は嫌いでしょ。行きます。はい。ハセストぐらい有名な弁当屋って嫌いになるのかな。どうなんだろう。これ島渡ってるよ。ね。矢の大矢の橋2号。ああすげえ。2号？2号って書いてあった。あ、じゃあなんかあれかも。これから3号まで行く、あ、5号まで行くかも。あ、本当。すごい。あ、でもこの辺温泉多そうだね。温泉多そうだね。また早くからやってるの、また探さなきゃ。しっかり朝一風呂にはまったね。丸九食堂ってところに向かっております。肉丸と九太郎食堂です。もう名前だけで決めたって。シャンポンね、はい、
食べようかなと思ってます。あったあったあった、それだ。やってた？ちょっとやってなかったかもしれない。車止まってなかったもんね。満席。すげえな。とりあえず着きました。外来券。結局、マルキは休みで探して外来券。すごい量だった。あー苦しい。でも美味しかったよね、うん、なんかやっぱちゃんぽん長崎と全然違うね。違うね。ベースは豚骨だからこってりしてんのかなと思ったら、うん、すっごいあっさりだった。なかなかね美味しかったっす、うん、本日の宿泊場所、うん、道の駅有明ホテルランドで接客いたします。大雨です。大雨ですね今日は本当に。あ、よかった屋根がある。本当だ、よかったよ。いや大人気だね、うん、ほぼ満車じゃない。もうほぼ満車じゃない。危なかったね、うん、雨の有明リップル、ほとんどがキャンピングカーじゃない、そうだね、すごいすごいね、まあ、ここさ、から温泉施設もついてるからさ。あ、そうか、そういうことか。アルビパークもあるんじゃなかった。アルビパークもある、ね、お腹いっぱいで、はい、早く寝よう。すごい雨です。明日も早いのでもう寝ますね、はい、じゃあおやすみなさい。キューちゃん、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 まずいてる。ヘッドリーてんじゃん俺。有明リップルランド出発でございます。また例によって朝風呂を入りに行きます。ただいま6時7分。昨日は雨でしたが晴れまして良かったです。よかった。出発、はい、あー綺麗。昨日はもう雨で何も見えなくて嬉しい。あ、タコタコ、ほらタコ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 、リアルタコだね。あれ降水確率高いからまた雨になっちゃうと思うけど、あ、ちょっと今のうちに楽しもう。キューちゃんがすげえじゃん。片手にキュー、片手にカメラだよ。
いね。5時からやってるもんね。ああ、日帰りやってるのかな。まさかの日帰り温泉やってないっていうオチです。でもね、ここね、 Google で日帰り温泉って検索すると出てくるんだよね。いや、お風呂難民、まさかの。また来ちゃいました。行ったんだね、結構ね。よいしょ。今日はワンタちも連れてきました。うん、おー、すげえ。昨日と全然違う。ほら、昨日はあったのに、昨日軽トラ通ってたよ。ねえ。ですよね、もういいね。ニクちゃん、波がそこまで来てるよ。ニクちゃん、眠い。眠いね、目つぶっちゃって。ニクちゃん、眠いね。でき始めるぐらいだと、もっともっと道路がさ、ああ、そうだね、徐々に徐々に出現するんでしょ。なんかタイムラプスでやったら面白いかもね。やっと湯にありつけるわ、これ。まさかのね。まさかの大江戸温泉空振り。残念ながら10時まで清掃中。ただいま8時49分。本日はお風呂難民です。マジか、マジかですね、これ。というわけで他を探します。さあ、風呂です。3度目の正直の風呂です。今度こそはやってればいいんですが。でも風呂って書いてありますね、あそこ。お風呂、本当風呂難民になると思わなかったわ。なんとかお風呂入れましたよ。やっと。目の前にはイオンが見えておりますが、イオンに併設されたお風呂でございます。うん、現在熊本は晴天でございます。熊本城の観光終了。はい、終了でございます。全然混んでるかな。道の駅スイカの里に到着しました。やめたね。これなんだっけ、上赤目か。リアゲート開けて肉処理。お弁当の平井で買ってきたくまモン弁当限定だそうです。うわ、なんか風が気持ちいいわ。よし、じゃあいただこうぜ。熊本といったら馬刺し。これは上赤目ですね。そうそうそう、大丈夫か。すげえうまい。めっちゃうまい。うん、うまい、うまい。平井の弁当と馬刺し、
これすごいな。ちょっと行ってみるね、稲荷。うん、見てこれ、でかっ。うん、稲荷美味しい。美味しい。うん。くまモメントオープン。ビューン。かわいい。かわいい。なにこれ。くまモン。大きなおむすび入ってる。いなりうめえ。あ、ほんと、うん、ずっと冷蔵庫入れておいたじゃん、うんうん、冷え方もすごい良くなってる。あ、ほんと、でっかっ。このさ、お弁当の半分あるよ。すごいよ、それボリュームが。うん、うん、これ上赤身って言っても随分脂身があって柔らかい。うん、お前霜降りと変わんないよ。いや、変わる。変わるか。うん、お弁当屋さんの平井はさ、うん、森がやばいね。うん、いくら？525円。うん、安い。安いよね。うん、ちゃんと卵まで入ってる。そう、ご飯がね、うん、平たくしてなくて古墳みたいな。うん、ね、しかもそいつはこんなに入ってるんだよ。うん、ほら、まだあるよ。やべえな、すごい。これ贅沢だな、これ。うん、まっ。ワイルドだね。あ、私の大好きなサラダチクワ、剣が刺さってる。シャキーン。なんかこう立食スタイルにしてるとさ、うん、お腹が曲がってないからかすごく入るね。危険じゃん。うん、危険だよ。ごちそうさまでした。ゆいちゃん食べたね。にきちゃんも食べた。今日はこれで帰るんだよ。さよなら熊本。さよなら九州。さよなら九州。まだまだ行けないところがたくさんあったね。諦めたところに、ね、また出てくるんだ。くしゃみ出るよな。そりゃな、うん、よし、じゃあこの後もう戻るんですけれども、ナビを設定したらですね、なんと1191キロ。15時間12分。恐ろしい。頑張っていきたいと思います。出発です。うん、なぜかここにいないんですよ。どこ行っちゃったんだか。ニクちゃんいないけど、うん、出発です。はい、なんだよお前、走り出してから来るのかい。謎謎だな。いや、長いぞ帰り。長1000キロ以上あるかな。帰ります。さよなら熊本。さよなら九州。まだ福岡方面です。こんにちは福岡。またちょもう帰っちゃう。さよなら。帰っちゃう。帰っちゃう。あ、山口県入っちゃった。ここから山口県です。山口県入った。はい、ただいま帰ってきました。はい、大体1週間ぐらい行ったかな、ぐらいかな。7日間ぐらい九州に行ってました。でですね、ここ勝負パーキングエリアですね、圏央道の。そこでですね、なんだ、トリップメーターかなをリセットしたんですけど、ですね、ちょうど帰ってきて、トータル 3835.3 キロ、今回の九州旅行で走りました。すごいね。あ、まあ北海道4000キロ走ったから、まあ、ほぼ近い、距離数を走ったという感じです。お疲れお疲れ様でした。はい、九州旅行終了。終了。ありがとうございました。じゃあ、ごきげんよう。